はい、今日はここに来ました。なんと海大島ですね。もう海だからね、これ楽しみましょう。のぐチーム、ほら素晴らしいね、この海ですよ、硫黄島。いやー、これもう気持ちいいだろうな。あの奥なんだこれ、すごいアトラクションもありますね。あ、楽しみだ。おー、綺麗だね、このビーチ。おー、いい感じいい感じね。で、こちらの方は、海の家ですね。こちらの方でもありますね。あーね、気持ちいい気持ちいい。わー、すごいすごいね。もうちょっと行ったら奥、もっと深いぞ。行ってごらん。今ね、満潮なんですよ。満潮で今からちょっとずつ引いていくんですけれども、ほらほら、すごいすごい。あー、この透明度ね。うん、マーピーおいでおいで、はい、おいで。うん、深いやろね。え、これですやっぱり長崎の海、すごい綺麗。さすが足が深いやろ気をつけ。うわー、いい天気ね。え、もう人もどんどん増えてきました。で、こっちの方がですね、ロッカーとかトイレとか更衣室がある方ですね。そしてこっち、アクティビティの受付、こういったのもやってます。おお、いろいろあるな。カヤック、ウェイクボードとかもある。ほら、バナナボートとか。おお、10分で1500円ぐらいでですね、アクティビティもできるみたいです。こちらは、浅いプールですね。この海の反対側にあります。子供たちがですね、まあ遊べるような場所ですね。浮き輪とかも借りれる、ね、こんな感じで借りれます、ね、で、向こうで、アクティビティのところ行きましょうかね。はい、そしてこんな簡単なですね、子供が無料で遊べる迷路もあります。こういったところ、すごいな、今日もいい天気だ。はい、子供たちで遊んでます。うわぁ、うわ、倒れてきた。よいしょ。あー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 はい、一番西側の方に来ました。で、ここがアクティビティの受付ですね。こういった形であります。で、このアスレチックは60分で、大人1500円、子供1000円ですね。で、あそこの、あそこですね、アスレチック遊べます。うわー、どんどん良くなっていってる、すごい。はい、先ほどあの奥のですね、このアクティビティのところ、1時間ほど行ってきました。いや、めちゃくちゃ楽しかった。いや、ほんと素晴らしい、いい天気で良かったです。以上です、ありがとうございます。